モナコの日本代表フォワード南野匠がチャンピオンズリーグ CL のリーグフェーズ第3節のベストイレブンに選出された22日に行われた鶴瓶ナズベズ打戦で今シーズンの CL 初ゴールを含む2ボールに1アシストを記録し5対1の勝利に貢献した南野は同試合でプレイヤーオブザマッチ TOTM に選出される鮮烈な活躍を見せたそして その日本代表 FW はインテルとミランの中盤で輝きを放った MF ニコロバレッダ、MF タイヤニラインデルスと共に中盤のポジションでリーグフェーズ第3節のベストイレブンに選出。その他では圧巻のハットトリックで同節のベストプレイヤーに選出されたレアル・マドリー FW ・ビニシウス・ジュニオール、同じくハットトリックのバルセロナ FW ・ハフィーニャらが選出された。